こんにちは、サリです。よ。トベちゃん、今日はどんな動画かな？今日は、のりしろゆうすけについて解説するぞ。おお、私はまだ読んだことないよ。2015年にデビューした、最も新しい世代の作家だぜ。早くから軍団関係者から高い評価を受けていて、今では一般の読者にもよく読まれている作家だな。そうなんだ。ここまでの経歴を説明しながら、解説していくぜ。よろしくお願いします。それでは早速、スタートです。のりしろは1986年、北海道に生まれる。その後幼少期に東京都に引っ越し、育つぜ。大学卒業後、塾講師の傍らネット上に小説を掲載。これらは純文学というよりはユーモア小説で。現在はミック・エイボリーのアンダーパンツとして発売されているぜ。素敵な表紙ね。親交のあるイラストレーターが描いてるようだな。国書館公開はセンスがいいぜ。2015年、17-8よりで群像新人賞を受賞しデビュー。語り手は浅見恵子という女子高生だが、一人称は私などではなく、少女と客観的に書かれる。書かれることと書いている人にメタ的な意識が挟まれ、単純な小説の構造ではない。この浅見は日常的に読書している感受性の強い人物だ。読書家ということかな？しかし浅見は言葉による定義づけに厳密な態度を取る人物だから、安易に肯定していいのか難しいな。ともかく浅見は嫌いなものも多いけど、叔母のことを尊敬していて。その死亡をめぐる話だな。これはこの世の偽善をフォーミーとして許せないサリンジャーの主人公を自然と連想する設定だな。高校生といえば、社会の不条理に初めてぶつかる年齢とも言えるね。社会の不条理は小学生くらいでも感じてそうだがな。それはそうだけど、なんていうか、初めて意識的に不条理と向き合うのが高校生くらいかなと思って。それならおっしゃる通りだな。この後のりしろは、浅見を語り手とした作品を書き継ぐ。未熟な同感者、最高の任務だそうで、いずれも多くの文学作品や書籍の引用を通して語られる。その方法の得意さも含め、才能ある書き手として注目を浴びるぜ。本物の読書家は、川端康成の書簡を持っているらしい王子を。老人ホームまで電車で送る語り手の話で、ミステリの方法も使用されている。俺は川端が好きだから、設定からしてそそるんだよな。なるほど。彼は豊富な読書体験を執筆の糧としているんだね。それと観察だな。作品は茨城や栃木といった関東近郊の山だったりが舞台になる。のりしろ本人がノートを持って一人で歩き、風景描写の練習をしているということだ。そうなんだ。そして生まれたのが旅する練習だな。これはサッカー少女とその叔父をめぐるロードノベルで、これまでの作風よりも読みやすくなりつつ、のしろらしさを残しているおすすめ作品だ。この本は見たことあるよ。結構売れてるんじゃない？そうだな。芥川賞候補作として売り出されてるな。その後評論にも着手する。かすれうる星たちの実験は、同時期を生きたサリンジャーと柳田国夫が、同じようなことを思考していたとする論考だ。やっぱりサリンジャーには影響を受けてるんだね。そしてその内容というのは、話し言葉と書き言葉の相違という、やはり言葉と文学をめぐる問題なんだぜ。ところで柳田は民族学者だよね。そうだな。角川ソフィアから出てる文庫が人気あるぜ。読みたいな。自作、みんなのあらばしりを出版した後、最新作パパイヤママイヤはより大衆小説的な作品だ。方向転換したのかな？最近ののしろは、プロの作家として自分が書きたいものというより、求められている仕事に徹している印象を受けるぜ。しかし川端や三島も、生活のために通俗小説をたくさん書いたし、今でも読まれているから。本物の小説家になるためには避けて通れない道なんだと思うぜ。のりしろの今後に期待だね。表現へのこだわりや、書くことへのためらいの態度など文学に対するスタンスが正当に思える、限られた作家の一人だと思っているから、ほんとその通りだぜ。じゃ今回はこの辺でさようならかな。おう、また次の動画でよろしく頼むぜ。それでは、とべこりー。